たまらんな。どうも、シャケオトと同じ、鮭トリックマロです。シャケというね、本日ご紹介するのはこちらだ。じゃじゃん、ブラジルバーガービーフバーベキューということでね、まあ、早速、開けてみましょうかね。オープン、ザ、フタ。さあ、開けてみると、見てこれ、すごい。ワールドカップをね、盛り上げるかのごとく、これサッカーボール仕様ってことなのかな。いいね、たまらないじゃないの。え、これブラジルですよ。まあ私ね、ジャパンとブラジルとのハーフですから、まあね、これね、今ダイエット中ですけども、これ見かけたらね、もう買うしかないと、食べるしかないと思いましたよ。では早速ね、ちょっとね、食べてみたいと思います。いただきます。おいしい。あ、めっちゃめちゃおいしい。あのね、この赤いのはなんだろうな、ちょっとね、俺あんまりね、得意じゃないやつなんだけど、この赤いの、今名前が出てこない、どう忘れちゃった。これがあんまり苦手だったんで、これが一番最初に口の中で味がして、別に苦手って言っても嫌いってわけじゃないんだけども、まあなんだろう、そこまで好んで食べるっていう、食べないだけで別に普通には食べれるんだけども、その味が最初に来たから、うわ、なんだ微妙かなと思ったんだけど、その後にもうなんだろう、グリルソース、もうね、濃厚なグリルソースが来て、もうね、もう、わぁ、たまらん、めっちゃ美味しいって包まれた後に、多分ね、チェダーチーズかな。俺もチェダーチーズが好きだから、もう超いいアクセントになってて、すんばらしく美味しい。これ2枚のビーフのパティに、このグリルソースとチェダーチーズはめっちゃ相性いい。あ、これは食が進むわ。これはたまらん。名前思い出した。パプリカだ、パプリカ。パプリカ、赤と黄色のパプリカが入ってるんだけど、ちょっと個人的に薬味っていうか、ちょっと苦味が強いからそこまで好きじゃないんだけど、まあ逆にね、この濃厚なソースとチェダーチーズの味が強いから、まあいい、ちょっとしたアクセントになってるかもしれない、これもね。うん。あと色合いも綺麗だからね。ちょっと見づらいかもしれないけど、まあ、緑と黄色でブラジルっぽいし、あー美味しかった。ごちそうさまでした。本日のクマポイントはここで説明しよう。クマポイントとは、シャケクマがどんだけ満足したかというポイントである。ドゥルルルルダダン、 8.5 よ、出ました、高得点。これね、想像以上に美味しかった。いいね。これね、期間限定なので、皆さんこの機会にぜひ買ってみてはいかがでしょうか。ということで、ここまで見てくれてありがとう。おつくまきり。たまらんな。動画を見てくれてありがとう。PC の方は画面のこちらをクリックして、チャンネル登録してください。スマートフォンの方は登録ボタンか、動画説明文の中にあるリンクをクリック。これからも、サゲクマチャンネルをよろしく。たまらんな。